こんばんは、楽する暮らしです。今月買ってよかったものを6つ紹介します。買ってよかったものはこちらの6つです。富士貿易リラックスチェアアイボリー7051円、マッサージシートを置きっぱなしにするための椅子を買いました。サイズはぴったりで使い心地もバッチリです。マッサージシートはドクターエアのものです。座面が斜めなので後ろに体重がかかり、背中や肩をしっかりとマッサージしてもらえます。ちなみにリモコン操作しやすいように両面テープでマジックテープを貼り付けて椅子の肘掛けに固定しています。ただ少し揺れるので改良の余地ありです。とてもシンプルな椅子です。肘掛けと足がつながっている形で背中部分に支えはありません。座面の色は全部で6色あり、アイボリーを選びました。座ると結構揺れます。肘掛けは明るめの木です。革材積層合板、滑らかで木が刺さることはなさそうです。座面はポリエステルでつるっとした感じの触り心地です。真っ白な色味です。縦に縫い目があります。頭のところに折り返された布があります。組み立ては思っていたよりは簡単でしたが、座面の連結部分が硬かったのと、肘掛けと座面をネジで固定するのに少し手間取りました。まるで正規の椅子のように使えて、価格も手頃で大満足です。100円ショップダイソー輪ゴムホルダー磁石110円。輪ゴムホルダーを買いました。このように輪ゴムを引っ掛けることができ、片手で楽に取ることができます。少しコツがいりますが、片手で引っ掛けることもできます。このような形です。マグネットにはテープが巻かれています。この部分は一部が細くなっています。マグネットは結構強いです。以前は無印良品のアルミフックマグネットタイプに輪ゴムを引っ掛けていましたが、落としやすく、猫が来てからは引き出しに入れており使いにくかったです。しかしこの輪ゴムホルダーだったら落ちませんし取りやすいので、本当に買ってよかったです。田口食品贅沢シャインマスカットケーキ322円。このケーキがすごく美味しかったです。6層仕立てになっています。凍らせたことはありませんが、美味しいようです。取り出し方はこのようになっています。ラベルを外し、皿を用意したら、底を外します。内側の透明フィルムを広げ、皿にのせ、上部のテープを外し空気を入れます。広げた透明フィルムを左右同時に引っ張ると透明フィルムが外れてケーキが取り出せます。4回ほど買いましたが、一度もきれいに剥がせたことはありません。どうしてもフィルムにクリームが残ってしまいます。フィルムはきれいに剥がせませんが、味は本当に美味しいです。シンプルなスポンジに2種類のクリームがたっぷりのり、一番上のソースは酸味があり、合わせて食べるとちょうどいい甘酸っぱさになります。コーヒーともよく合います。取り分けずに大きなスプーンで食べると幸せです。美味しすぎて2人で一気に食べてしまうのが難点です。長井農業加宝寺干し芋2180円。丸干しの干し芋が食べてみたくて買いました。2袋で2180円と比較的安めでした。茨城県産の紅はるかを使った干し芋です。原材料はさつまいもだけですが、ちゃんと甘みを感じます。袋の切り込みは1箇所ありました。透明なトレイに乗っています。小さめの干し芋が6本入っていました。黄色に近いオレンジのような色で綺麗です。丸干しなので一本一本に厚みがあります。入っていたものの中で小さかった2つです。小さくても厚みがあり、長さも5センチ以上あると思います。中身がスカスカということもなく、食べ応えがあります。初めて丸干しの干し芋を食べましたが、平干しよりも弾力があって食べ応えを感じました。また平干しよりもねっとりした感じがするので、干し芋と焼き芋の中間のように感じました。あまりたくさん買っても食べきれないので、ちょうどいい量でした。初めての丸干しには最適だったと思います。ちなみにバニラアイスと合わせると芋感が消えてしまうので、あまりおすすめできません。ニップン欲張りシリーズ各367円。最高の冷凍食品を見つけました。ニップンの欲張りシリーズです。このようにご飯物とおかずが一緒になった冷凍食品で、とても美味しいです。2つに分かれたトレイに入っており、ビニールのフィルムが巻かれています。このまま温められるのでラップもいりませんし、このまま食べられるので皿も必要ありません。2つ同時に温めると失敗することもあるので、1つずつ温めた方がいいと思います。パッケージに書かれた温め時間より少し短くても大丈夫なこともあります。温め後にビニールがよれたりすることもありません。ビニールは簡単に外せます。欲張りシリーズは全部で15種類。準備や片付けが楽でとても美味しいため、常備しておこうと思っています。100円ショップビーズテグス各110円。100円ショップでビーズを買いました。セリアで購入したものとキャンドゥで買ったものです。キャンドゥには東宝のビーズが売っていました。ついでにビーズの収納ケースも買いました。蓋がまとめて開くタイプです。1マスずつ開くタイプだと思って買ったので後悔しています。あまり難しいことはできませんが、テグスにビーズを通していくのが意外と楽しいです。夏に向けてネックレスを作ってみました。意外とものになりました。ハマってしまったので、しばらく作り続けたいと思います。猫と格闘しながら。チャンネル登録よろしくお願いします。